中野区を中心に文化活動を行う16の個人・団体による作品発表会、中野ゼロ区民フェスタ文化展が先月開催され、多くの作品が所狭しと並びました。こちらは陶芸作品の展示、見事な作品ばかりですね。今回もですが、毎年あのバザーには皆様作った作品を出していただいております。作品の一部は販売され、能登半島地震の復興支援や中野区社会福祉協議会に寄付されるということです。また別の部屋ではろくろの体験コーナーを設置、訪れた人は土の感触を感じていました。こちらは手工芸の展示ルーム、押し花アートや織物など数々のハンドクラフトが並びました。こちらは御殿まり、絹糸で模様をかがったまりに草などをつけて飾り物に仕立てたものです。年取っている人はあの昔の継承しますけど、今の方たちは自分の発想で結構幾何学模様を利用してますね。お部屋が変わって、こちらには生け花がたくさん。そうですね、やはり日本のね、あの季節をすごくこう感じて、いろいろなお花をこう生ける、それが楽しいですね。生け方もあのすごく自由に、ね、とても楽しんでいただけると思います。こちらも体験コーナーを設置、子どもたちがフラワーアレンジメントにチャレンジしていました。綺麗なお花を差し込んでって、でどんどん華やかになるところが楽しかったです。他にも書道や絵画などたくさんの作品が展示、中野区の文化芸術の盛り上がりが見られた文化展でした。